第9回武井照彦チャンネル、テレラジオ青春野菜、始まりました。見ていただいている皆さんどうもありがとうございます。昨日ね、1968年昭和43年、僕が生まれて3年後、年にした51歳をちょっとやってたんですけど、ちょっとしかやらなかったんで、やりたいと思います。それでは昭和43年生まれの芸能人は、お、森口博子さん。あ、そうなんや、俺より3つ下なんや。森口博子さんね、昔あの夢がモリモリという森脇健児さんと森口博子さんがやってて、僕はあのキックベースボールというあのボールをこう転がして足で蹴るというゲーム、それの審判をやってましてね、たった3秒か4秒しかオンエアには乗らなかったんですけど、そのために大阪から4時間ぐらいかけてね、川崎球場というところに通ってね行きましたね。懐かしいね。その時に森口博子さんとお会いさせてもいただきました。すっごい素敵な方で、なんかずっと芸能界を一線でおるのはってこういうことなんやなっていうのをなんか感じましたね。素敵な人でした。その夢がモリモリってね、あのキックベースボールでいろんな方とお会いさせていただいたね。あのいい友チームとかでタモリさんとかにお会いさせていただいたりとかしてて、それからプロレスチームと対決の時、僕重心サンダーライガーがあのままの格好で嫁はんに携帯で電話してるのを聞いた時ちょっと笑ってしまったんですけどね。違う、そこ品川インターを降りたところを、そうそうとか言って、あのままの重心サンダーライガーの格好で電話しましたけどあれはちょっと面白かったですけどね。あとは、お、薬師寺安江さん。ああ、俺より3つ下か。なあ、薬師寺安江さんもね、まあ世界チャンピオンですよ。何回、4回か5回防衛されてはるんちゃいます？まあ僕もね、そうですね、あるきっかけで、お付き合いさせてもらうことになって、一回ね、大湯ふ頭でみんなでバーベキューしようっていう集まったのが、森脇健児さん、そして島崎和歌子ちゃん、それに工藤兄弟の俺お兄さんの方ですとかで、どっちでもよう思いながら工藤兄弟、それに薬師寺安江さんに、ほんで後々知ったんですけど、俺同じ徳島市の川島博史くん、ボクサー、でみんなでバーベキューしたの覚えてますね。大井ふ頭でそれで勝手にあんなとこでバーベキューやっててね、なんかそこのなんか地元の人かなんか知らんけど、ちょっと注意しに来て、ここ火使ったらあかんでとか、ダメですよとか言うてる時に、あ、このあの板であの火を遮るからええわって薬師さんが持ってきた板に火気厳禁って書いてましたあれちょっとおもろかったですけどね。薬師寺安江さん、そやね、武井君、あの芸能生活のパーティーするからみたいなんで、名古屋でパーティー講演会とか集めてパーティーするんでって、薬師寺さん芸能何周年ですかって、2周年って2年かい思って、確かにまああの、世界チャンピオンになってから芸能界で活動するようになったから、もう芸歴としては全然後輩なんですよ。それで2周年でやるからおいでよとか言って、その時ね行ったのがね、島大輔さん、パンチ佐藤さん、それに池谷選手ね、オリンピックマット運動の、そやな、そんなメンバー意味わからん。なんかステージの上で池谷選手ずっとバク転してて祝儀もらってたね、猿か思ってね、まあそんで薬師寺さんの家に泊まらせていただいて、名古屋の小牧なんですよね。でお母さんが
徳島の人ですごいなんかもうアットホームな感じで、あのすごくあの親近感が湧くというか、お母さんスナックやってはるんですよ。それで一人でやってはって、そこにもね、あのパーティー終わってから飲みに行って、武井くんとかで何でも好きなのいいやって、なんか後ろにこうジンフィズとかバイオレットフィズとかピンクレディとかカクテルの名前書いてるんですよ。カクテルしはんねやと、ほなお母さんあのジンフィズちょうだい言うたらカッパー言うて缶から出してトボトボ入れて作ってるんちゃうやん思って、ね、まだほんでお父さんがね、またインパクトのあるお父さんやったわ。もう眉毛と髪の毛あらへんね、もう車検の切れたベンツみたいな顔してんね、お父さんがね、なんか薬師寺安江さんが子供の頃はミニカーのカウンタックで遊んでたお父さんが、安江これ拳一つでこれほんまもん買えるでって、ほんでほんまにねえボクサーの世界入ってチャンピオンになって、で僕おった時あのジャガー乗ってましたよ。そういう感じでしたね。思い出ありますね、薬師寺安江さん。出来事は何やろ、3億円あ強盗事件、あそこ1968年なんや。これまあ未だに捕まってないもんね。ドラマになり映画になりすごいよねこれ。川週刊少年ジャンプ創刊、あっ、この年に昭和43年に、今ねちょっとコロナ感染で週刊少年ジャンプがちょっと休刊になってるんですよね。そうなんや。あとは流行語はハレンチ、ハレンチとかいう言葉なんか聞いたことあるな。あ、これ意味はかっこいいとか生かすとか憎いとかいうのをハレンチっていう、なんかハレンチってエッチとかいやらしいっていうことかなと思ったらちゃうんかい。かっこいいなーとか生かすなーとか憎いねーとかな、ハレンチだねーとかね言うてたんや。時代が時代やね本当に。ネタ見てください、どうぞ。ようこそ、結論から言おうか、これが令和の54歳。どう？ミュージカル初代アニー役相田真知さんと同い年。トゥモロー。あのさ、俺原宿行ったら血糖値上がるじゃん。竹下通りを歩いていくとパンケーキ屋さん、クレープ屋さん、レインボー綿菓子にタピオカ、俺往復したら死んじゃうよ。あのさ、この前タクシー乗ったら後部座席にジッポのライダーがポツンと落ちてたの。あ、前のお客さんが忘れていったんだ。いけないことだけど神様の贈り物だと手にしたらシートベルトの金具だったよ。あのさ、俺オチのない話をする女嫌いじゃん。でもオチのある話をする女もっと嫌いじゃん。ねえねえ、オチのない話をする女くどいてもなかなか落ちないわよ。てかとかいう女最悪じゃん。だいたいそういう女はメガハイボール飲みながら軟骨の唐揚げ手で食ってるよ。あのさ、俺この前15年前の懐かしい写真が出てきたじゃん。見てみると写ってた俺が着てたジャケット今も着てたよ。心霊写真よりゾッとしたよ。あのさ、この前吉野家で若いカップルが大きな声で痴話喧嘩をしてたよ。結論から言おうか、吉野家に市場を持ってくるな。吉野家は無言で米をかき込むところだよ。わかった。あのさ、俺の実家欠陥住宅じゃん。俺が10歳の頃、両親がちっちゃいお家無理して建てたじゃん。家斜めじゃん。まあそれを直すお金もなくてそのまま育ったんだけど、大変だったのが初めての一人暮らし。
借りたマンション平行だろ、ゲロ吐いたよ。あのさ、俺の家の近所に消防署あるじゃん。そこでこの前救護活動を地域のみんなと一緒に体験をやってたじゃん。子供が人形の心臓マッサージを一生懸命やってたじゃん。あ、面白そうだなと思って近づいてみたら、その人形が着てたポロシャツ全く同じの着てたよ。俺が倒れそうになって心臓マッサージしてもらうとこだったよ。そんな俺はポール・マッカートニーより24歳年下、イエスタデイ。はい、そういうわけでね、今僕ね、ちょっとこれカップヌードルを今ね、これ撮ってるの夜中の1時半、1時半やからね、ちょっとカップヌードルをこれ作って食べようかなと思っておる。腹減るこの時間。これうまい。あー、なんか久しぶりやな、カップヌードル食べたん。猫舌やからね俺。うまいな、久しぶり。めったに食べへんだけど、昔はよう、もう食べたなこれ。うまい。これって昔あれやな、浅間山荘事件、あれ中継してたところ、子供の頃あれ4日間ぐらい中継、生中継で立てこもっててね、んで警察官がなんかこう差し入れでこれを食べてたのよ。なあ、全国の人はあの食べ物なんやみたいなんで、このカップヌードルってすごい全国に広まったらしいよ。すごいよね。こんなよう考えたわ、これ日清ね。創業者はあれ、大阪の池田市っていうところに住んではった人で、そこにミュージアムみたいなのありますわ、日清の。もともとチキンラーメンから始まってね。まっ、世界の食になってるやもんね。昔あれ浜田省吾さんがこれ司会してたんちゃうかな、ヤングオーとか、と大阪の朝日放送の生放送で、それのスポンサーがこのカップヌードルやったんちゃうかな。でその当時箸じゃなしにプラスチックのこうフォークでこう歩行者天国を食べながら歩くっていうのがその当時のおしゃれやったんやろな。なんだよな、これ。決して体にはええことはないんやけど、食べるね。無性に食べたんだろうけどね。ケンタッキーのチキンと、それとこのカップヌードルと、それと日清焼きそばな、無性に食べたんなる時あるね。モスバーガーも無性に食べたんなる時あるわ。まっ、なんかご意見ご感想ありましたら、また明日。